私も優勝だし、うん、1ヶ月に1遍ぐらい人に言えないのどうかなって。そうカルト教団の毎日頭洗うの教えてみてるのちょっとついていけないんですよね。優勝のね、うん、ことを頭でちゃんと理解しなきゃダメだよと一歩立ち止まってよかったなって思いますね。思いました。走んなくて大丈夫。こんにちは。走るとほら転ぶからそうだよね。ゆっくりゆっくりで大丈夫。今ね、うん、洗えばちゃんと元に戻るのがすっごい不思議。今まで1ヶ月もしちゃったら、うん、めちゃめちゃになっちゃうんですよ。それがきちっとこう、うん、まとまるから、うん、ドライヤーをちゃんとして、うん、会社に行く、会社っていうか仕事に行くと、うん、あれ美容院行ったっていつも言われて本当に行ってないのに行ってない、うん、髪の毛で色だって全然ね、あの白髪なんだけど、うん、あんまり気にならなかったでしょ。全然、2ヶ月全然平気ですね、うん、全然 OK。 じゃあここでお願いします。はい、待ちに待ったこの日、うん、でも2回目もなんか緊張しました。なんか1回目ってね、なんか勢いで来たんですけど、なんか今日のがちょっと緊張し2回目の方が緊張したの。緊張しましたね、なんか知らないけど深呼吸しなきゃとか思って深呼吸しながら来たんです。あ、全然緊張する質問ね、ね、うん、じゃあ概ね好評だったし楽だったし、あ、よかったです。OK、うん、です。全然だって見られないんですよ。クリスチャン、今までなんですね。ちょっと1日経ったらおかしくなるのが普通じゃないですか。おかしくなるっていうか、やらないとね、なんか、はい、なんかしないとダメって。何もしてないんですよ、本当に何もしてない。何もつけてないし。完全に乾かすだけってことね。うん、そう。ちょっとびっくりしちゃって。なんか、違うとこなんだと思って。やったことで言えば、切って染めたことだけなんだけどね。それもね、最初に来た時は、うん、本当かなってちょっとね、本当にそんなことあんのかなってね、って思っていた、うんうん、いたことも確かなんですけど、すごいなって思いました。うんうん、嘘偽りなしだし、うん、それはね、嘘だってコテも何も使ってないんですよ。そう、ドライヤーしか使ってない。今までの何年は何だったんだって話、うん、最初そうですよ。どこに行ってもやっぱりもう一回洗ったらもうアウ、うん、アウチっていうか、うん、自分で何かをしないと、うんうん、なんだけど今回何もやってないのね、うん、本当に洗うだけだし、私も湯シャンだし、うんうんうん、あのもう前からずっと体も湯シャンで、うんうんうん、それでシャンプーは本当にもう本当に1ヶ月に1遍ぐらい使うないくらいな、もうさんと一緒ね。そうでもそれってね、本当に人に言えないの。もうなんかシャンプーする、毎日シャンプーするのが普通にいつからなったんだろうって いつかの動画に確かありましたけど、ね、なんか前はそんなにシャンプーしてなかったんです。小さい時ってみんなそうじゃなかったですか。いつの間に、なんだろう、うん、シャンプーするのが普通になっちゃってる。うん、なんかね、中森明菜がCM に出てて、朝シャンとかっていうのが始まってから、朝シャンはそれよりももっと後、もっと後ですか。そうなんだ。朝シャンっていうのは美容師さんが流行らしたのね。あ、そうなんだ、うん、じゃなくて中森明菜がね、何のシャンプーだかわかんないけど、シャンプーの CM でまだ毎日洗うの怖がってるのみたいな CM がある。そうでしたかね、うん、でも中森明菜ってそんななんか大昔の人じゃないっていうか、だからまだその当時は毎日シャンプーしない人が結構いて、一生懸命毎日させようっていう CM をしてたんだと思うね。それ以降、うんうん、でも未だに油シャン関連の動画出すとね、結構ひどいコメントが来る。そうなんですか。そうそうそう、じゃあもう毎日シャンプーするっていうのが当たり前の世代に生まれた人たちなんじゃないですか、そういうかな、わかんないけど、うん、そうじゃなくても今当たり前になっちゃったことはもうね、うん、で自分が毎日当たり前にしてる人にとってはしないのなんてどうかしてるぜみたいな。そうなのかな、そういうのもあってちょっとなかなか、まあそういうのが話題には話題にあんまりならないですけど、うん、あんまり言えないですなんか、ね、自分の中でまあね、あえて言わなきゃいけないしなんてそんなにないしね、うんうん、そうですね、
あでもやっぱりそういう人もいたってよかったなと思うぐらいですかね。で確実に言うのはやっぱりシャンプーしない方が色持ちは良くなるしね、カラーが。なるほど、そうなんだ。そうだ、あまり気にそういうの気にしたことなかった。そうか、よくだとほら洗濯すればね、色がどんどん落ちてるでしょ。確かに全く一緒、うん、そうですね、うん、でも何しろ髪の毛云々よりやっぱ頭皮のためにはね、洗わない方がいいから。ああ、うん、そっか、そうだよね、カサカサになっちゃうんだ。そう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 、手とか顔のことを考えればね、手洗えばそれはカサカサになるし、顔を洗えばカサカサになるでしょう。でもなんか頭だけはみんな分かんなくなっちゃうんだよね。でもそれなんかそれも動画で言ってましたよね。それでちょっと腑に落ちたっていうか、よく自分がやってることは別にそのなんかさ、非常にひどいことじゃないんだなって、うん、思いました。うん、なんかやっぱり今普通に洗うことが普通になっちゃってるから、洗わないのってね、すごい言いにくいんですよね。あ、そう、うん、なんかよかったなって思ったかな。今日ちょうどお客さんと油車の話になって。あ、そうですか。別にここでお客さんに油車を無理やり進めるとか紹介するとかしないのね。うん、まあたまたまお客さんの方から油車の話振られて、で油車ってやっぱり頭で理解してからやらないと、やっぱりなんかこう怪しいものみたいに思われるでしょ。そうなんかな、うん、そっか、そう、非常識みたいな。でそれを YouTube でそのお話なんかしちゃってると、うん、なんかこうカルト教団のみたいな、信じらんない。そうそうそう、オカルトだみたいな、そういう洗脳の仕方もあるんですね、笑いみたいなコメントしたりするからね。ああ、そうなんだ、うん、これ洗脳しても何一円も得にならないんだけどなと思うんだけど、そういう、コメントっていうのは、うん、削っちゃったりしてるんですか。うん、そのまま乗っかってる。乗っかってる。あ、そうなんだ、うん、いや、なんだろう、湯酸っていうか体をそのお湯で、うんうんうん、するだけっていうのも随分前に、うん、タモリさんがね、タモリさん見えなんですけど、タモリさんがやってるっていうのをどっかで、うんうんうん、なるほどなと思って、それまでそれを知ってからやってみたら、うん、そんなカサカサにならないし、あ、そういうのもありでいいのかなと思って、うんうんうん、ボディソープとかもちゃんと備えてたんですけど、今は息子が使ってるだけで、うん、私はもうほぼ 100% 油シャンですね、うんうん、体も使う必要も感じないんです、ね、感じないんですよ、本当に、うん、そうなんですよ。タモリと福山雅治が有名ね、油車の。あ、そうなんですか。それでちょっと試してみたら、うんうん、よかったっていうか、うん、いつもカサカサして痒くなるタイプだったので、うん、それは全く痒くならないわけじゃないんだけど、うん、だいぶ緩和されて、うん、いいかなって思って、うん、それからずっと油車のままです。うんうん、でそうそう、さっきのその油車のね、うん、ことをお客さんの方が振られたからね、うん、頭でちゃんと理解しなきゃダメだよと、うん、で誰もがお風呂に入ったら何も考えずにシャンプーすることが当たり前になってるでしょと、うん、でもシャンプーって汚れを落とすためにするんだよねと、だから汚れてない時はシャンプーしなくていいわけじゃん、ここをしっかり理解しないと、なんか良さそうだからチャレンジしてみます、やっぱり私には合いませんでしたってことになるのね。だから言ってみればトイレに行ってうんちしてないのもお尻を拭くのが当たり前の人と同じことなんだよって言ったの。なるほど、確かにそうです。汚れてないのに頭洗うんだから、うん、そう、それってさ、どうしてこんなに日本中にね、うん、広まっちゃったんだろうと思って、国民性っていうのは関係してると思うのね。うん、なんかこう農耕民族独特の周りの人と同調してなきゃいけないってこと、もともとそういう気質を持ってるでしょ、村の人たちと仲良くして助け合って生きていくっていう性質をもともと持っている、うん、あとプラスやっぱ学校教育が人と違ったことやっちゃいけませんっていう学校教育があるから、うん、おかしい、前は今日はじゃあ頭洗うかぐらいくらいの感覚でそんなに洗わなかったのが、うん、さあもう毎日頭洗うの習慣というのは本当にすごい、ちょっとついていけないんですよね。でもそうついていけないんですよねっていうのは、うん、分かってる人にしか言えないっていう。そう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 。だから逆の立場から言うと、う毎日頭洗わない人の話はついていけないわって。そう、だからね、本当にね、話す人は選ばないとね、話せないんですよね。そう、限定されると。うん、俺なんかほら、どう思われても関係ない方だから、うんうん、別に普通に言っちゃうんだけどね。でなかったら YouTube でなんか言えないけど。うん、厳密に言えばやっぱりシャンプーした方が髪は傷むからね、洗濯した方が色が傷むでしょ、うん、髪に
頭皮にも良くないし髪にも良くないし、そうだよね、みんなそれでも分かってやってるのか、うん、やっぱりもうそういうふうになんていうのかな、もっともう育ってきちゃってるから、もう一日でも洗わないと気持ちが悪いっていうの方なんでしょうね、きっとね、多分。ただシャンプーすると何かいいことが起こると思ってる人結構多いかも。いいこと、シャンプーの歌い文句が、香りがいいとか、香りがいいとか実感できるけど、シャンプーに書いてある歌い文句ってなんか痛みを治すみたいなことが書いてたりするでしょ、うんうん、だからそれで何かいいことが起こってると信じてる人多いと思う。あ、それね、うん、それでもあのやっぱりノーさんの動画で うんうん、見て目から鱗でした。いや、私はやったことなかったけど、友達やっぱり一緒に仕事してる人が、うん、髪質改善っていうので1万円使ってきたって言って、で私もその動画ですでにその、あ、知ってたの、知ってたのでそうそう、結局そのなんていうのかな、コーティングするだけっていうのを知ってたし、自分でもそのなんかトリートメントが効かないっていうのを分かってたっていうか、だって一回洗っちゃったらおしまいっていう感じがしてたので、 でもその時は もちろん否定もしないし、あ、そうなんだ、どうって、一回洗ったらおしまいだったっていうやっぱりなって思いました。で、半年は持ちますよって言われたって言ったんだけど、あ、その半年は持ちますよっていうのは、コーティングなんだなってのことなんだなっては思いましたけど、ね、半年しか持たないんだったら髪質改善してねえじゃねえかって話だからね。改善じゃなくてやっぱりコーティングなんだなって思いました。うんうん、それでもその動画を見てなかったら、うん、やっぱり本当にその髪が治るんだろうって思っちゃってたから、はいはいはい、髪質がどうにか良くなるんじゃないか、中に何かが染み込んで、そうそうそう、いいことしてくれるんじゃないかと、そういうふうに思って、やっぱりそういうのみんなそういうふうに思うんじゃないかな。そうね、だからあのネーミングがもうすでに詐欺みたいなもんで、うん、あ、そうですよね。でも実際に美容師さんも髪質が改善されますっていうわけなので、うん、そうね、信じるしかないですよね、うん、それしか知らなければ。そうそう、で美容師さんも本当に髪が良くなってると信じてる人多分そうなんじゃない、そうじゃなかったらあんなにね、うん、なんていうのかな、真面目に普通に言えないんじゃない、うん、言うんじゃないかなと思います。あ、だから美容さんたちも結構そのメーカーさんたちに騙されてる被害者だったりする、うん、でもまあ残念ながら勉強不足っていうその一言に尽きるんだけどね、ちょっと考えればわかるじゃんみたいな、考えればわかるようなことを考えない癖を つけさせられちゃってる人が多いから、美容師だけじゃなくてね、世の中全般でね、その油さんの話もそうだけど、汚れてないなら洗う必要ないという考えれば分かることが分かんなくなっちゃうわけだからね。一歩立ち止まってよかったなって思いますね、思いました、うん、だってすごいですよ、トリートメントとかなんかですごい結構な金額が並んでるんです、うん、でもそれでも例えば ここに来て満足して帰るみたいに、うん、実際に本当にそうだったら、うん、お金使ってもいいと思うんですけど、そうね、うん、そこですよそこの歌い文句に嘘がないんだったらね、うんうん、自分が納得してね、うん、ああよかったって思えて、うんうん、あ、また来ようって思う、でもお金なんとか捻出するかもしれない、うん、ここみたい、ここに来るみたいな、ここに来るみたいにね、それでぐん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 自分の人生が良くなっていくと感じられればね、うん、それは美容室でなくても、うん、あのそう、例えばボロ来てもお金使うかもしれない、うん、すごいやっぱ周りの人の反応も大きかったでしょ、髪型から、うん、全然全然大きかった、ね、大きかった、すごい大きかったです、どこに行ってもね、なんかすごい変えた、すごい いいねっていうのは、もちろん別にほら向こうから話しかけてくるっていうことは、うん、お世辞じゃない、ね、やっぱ褒められるとどんどん自信もついてくるんですね、よかったなと思って、うん、あと色もすごい褒められる、お色も褒められる、うんうん、しかも知らない、そりゃね、こうやってさめくれば、そうね、だけど、うん、全然め、あ、なんか気にならない、うんうん、すごく綺麗だし、うん、色が抜けてきてもあんまり気にならない、気にならない、うん、全然だからね、ストレスがないんですよ、本当に冗談抜きで、うんうん、全然ストレスがない、髪に対して、うん、
それって最高よ、ね、最高よね。やっぱりいい美容師さんと出会えない人っていうのは常に髪が伸びてきて、うん、形が決まらないとか鬱陶しいとか白髪が伸びてきたっていうストレスと毎日こう向き合っていかなきゃいけないでしょ。 そうですね、うん、それって本当に1ヶ月経つ前からなるんですよ。そうなんですよね、うん、こんなに綺麗にまとまってる2ヶ月経ってもストレスなしみたいな。マジですよ本当に、うん、もしかしたら変な言い方だけど安いかもしれない。あ、うん、それは嬉しい、嬉しいな、そういう表現は。そう、なんかそういうのってさ、こういうこと言ってるとまたもしかしたら変な、うん、なんていうのかな、コメントがつくかもしれない。やらせないんじゃないかみたいな。そう、そうだよね。仕込んでんじゃねえか。そう、私新幹線使ってくるなんてバカみたいとか言われそうだなって気もするけど、まあ、うんうん、私がいいんだからいいやと思って。そうね、あの先生に言わせときゃいい、うん。言わせとけばいいや。ただの妬みだから。なんか滑ってて頭動いてます。大丈夫ですか。大丈夫よ。あ、よかった、うん、頭を動かすともやりにくいってどっかにどっかの動画なんか言ってたの。そう、やりにくい時はちょっとじっとしててって言うから大丈夫。あ、大丈夫ですか、うん、そう、最初の1回目は、うん、それすごく気にしてじっとしてたんですけど、今なんかちょっとなんか調子づいて喋っちゃったから、うん、あれだったかな。いい感じになってすごい、色もすごい、うん、違う、こないだと違いますよね。そうそうそう、うん、いい感じ、うん、どっかで、すごいすごい、たった2ヶ月ね、うん、毛がでも増えた気がする。そうでしょ、うん、なぜか、うん、またまた増毛、うん、増毛効果、はい、の初回のビフォアの寂しげな感じとはね、違いますね。いや全然、あのなんか本当見たら本当に寂しげでしたね。自分では感じないですよ、ね、うん、あれその時はね、うん、そうそう、毎日見てるからな。あ、そう、毎日見てるから。でも今のここに来てからの髪型になれちゃうと、あの時のなんかあららってなるでしょ。そう、全然こうふわっとふっくら、うん、勝手にこんなに丸みがついちゃってね。そう、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、のべや本店ののべです。ということで、たっぷりと2人のやり取りね、見ていただきました。ご存じない方のためにですね、説明させていただきますと、私この道34年、ベテラン理容師ののぶと申します。そんな私と今回ね、ここのぶや本店に2度目のご来店の幸子さんのリアルなやり取りでした。2人ともゆしゃんということを実践している人間でございます。その2人のやり取りからですね、これをご覧のあなたが何を感じたのか、人それぞれきっとね、感想はあるでしょう。ここではあえてのぶさんがですね、詳しい解説はしません。ぜひあなたが感じたことをですね、コメント欄の方にお寄せください。ちなみに今回ご紹介した幸子さんね、この日ご来店いただいたのはまだ2度目なんです。前回の初来店の様子はですね、こちらの動画でお伝えしております。当たり前ですが、別にね、幸子さん仕込みでも何でもないです。幸子さんの方からね、たまたまゆしゃんのお話してくれたので、たまたまそういう話の流れになって、あ、今回、このシーンは動画に使えるなと、ゆしゃんのことを知りたいなと思っている方に何かお伝えできるんじゃないかなと思って動画にさせていただきました。幸子さん、ご協力ありがとうございました。ということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。今回ですね、ちょっと尺が長い動画になったので、おまけコーナーはちょっとね、一回お休みさせていただきます。のぶさんのおねだりにお答えしていただいた視聴者さんからプレゼント続々と届いております。ご報告遅くなって申し訳ございません。確実にあなたからのプレゼントのご報告させていただきますので、お待ちください。
それと告知させていただきます。いよいよ明日になりましたライブ配信です。今年最後のライブ配信はですね、バンドのメンバー全員でワイワイ楽しくお届けしようと思いますので、ぜひあなたのスケジュール開けておいてください。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルにはサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらはですね、過去のライブ配信の演奏シーンだけを切り取って、のぶさんほんのちょっとおしゃべりを添えてですね、短い動画毎週日曜日の夜9時にお届けしております。つまり、明日夜9時からのぶや音楽館、9時半からライブ配信と、この2本立てとなっておりますので、今のうちにスケジュールの方を開けておいてください。のぶや音楽館の URL はコメント欄の方に貼っておきますので、ぜひとも可愛がってやってくださいってな感じで、なるほど納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンをよろしくお願いします。では明日の夜9時、のぶや音楽館からの9時半のライブ配信で会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい、チョキでした。では恒例の、私女に生まれてよかった、そして俺男に生まれてよかった、 OK ありがとう、また明日。